本日のプライドでは他のヨーロッパの国々との連帯のもとで多種多様なドイツの観光情報をはじめ19世紀に起きた同性愛運動についてのブースを設営しています。寛容性や他の異なることへの敬意を表すといったことに重きを置くというのは今日のドイツにおいて中心的な価値となっています。それはこうした姿勢が共通認識となる前にドイツが誤った道を歩んだ経験にもよるものです。Erst in den 70er Jahren konnte in Deutschland wieder an das angeknüpft werden, was bereits in den 20er Jahren eine Selbstverständlichkeit gewesen war. Auf die Sichtbarkeit folgte bei uns die rechtliche Gleichstellung. Seit 2001 hat Deutschland die eingetragene Lebenspartnerschaft. Dieses Institut wurde ständig weiter ausgebaut. Unser höchstes Gericht, das Bundesverfassungsgericht, hat in einer Serie von Entscheidungen deutlich gemacht, dass der traditionellen Ehe, die laut unserem Grundgesetz unter dem besonderen Schutz des Staates steht, nichts weggenommen wird, wenn die eingetragene Lebenspartnerschaft gleichgestellt wird. Ein besonders bedeutsamer Schritt der Gleichstellung war Mitte 2013 jene im Steuerrecht. 1920年代にすでに自明とされていることがドイツで行われ始めたのは1970年代に入ってからでした。そこで日常で見てきた出来事から法的に同等な権利が認められるまでに至ります。2001年以降のドイツではパートナーシップ登録制度が存在し行使することが可能です。この制度は日々拡大されてきました。ドイツの最高裁である連邦憲法裁判所は憲法に遵守し国家の特別の庇護のもとにある伝統的な婚姻がパートナーシップとほぼ同等な位置にあるとしても何ら不利益を破るものではないことを一連の判決で明らかにしています。その中でも特に意義深い一歩となったのは2013年、半ばの税法上の判決でございます。Zur Realität im heutigen Deutschland gehört auch, dass es vereinzelt noch immer Anfeindungen und manchmal auch Übergriffe auf Schwulen und Lesben gibt. Zur Wirklichkeit zählt auch, dass es in Kultur und Politik bei uns viele Prominente gibt, die out sind, in der Wirtschaft und im Sport dagegen wenige. Dennoch, heute gehören Berlin oder auch Köln, Hamburg, Frankfurt zu den Gay Capitals of the World. Schwule Zelte beim Oktoberfest in München sind ebenso Normalität wie lesbische Ministerinnen, schwule frühere Außenminister oder Ministerpräsidenten. そのような経緯があっても、現実を見ますと、今日のドイツにおいては、依然として同性愛者に対する敵視や、たびたびの攻撃が見送られます。また、文化や政治の分野ではカミングアウトしている著名人も多くおりますが、経済やスポーツの分野では少ないのが現状です。しかしながら今日、ベルリン、ケーン、ハンブルクは世界のゲイの中心地の一つに数えられます。ミュンヘンのオクトーバーフェストは、ではゲイのテントにレスビアンの大臣やゲイの前外務大臣がいらっしゃるほど一般的なものとなっています。Vom Preußen Friedrich der Große stammte das Motto: Jeder möge nach seiner Fasson selig werden.Der alte Fritz, wie wir ihn nennen, hatte recht. Preußen のフリードリッシュ大王は次のような言葉を残しています。誰もが自分なりの流儀で幸福になってほしい。ローフリッツはの愛称で呼ばれている大王の言う通りだと感じています。Die Deutschen in Japan wünschen Tokyo Rainbow Pride viel Erfolg und all Ihnen, allen Teilnehmern, viel Spaß.在日ドイツ人は東京レインボープライドに心から成功をお祈りし、また参加者一人一人が大いに楽しまれることを願っております。Ganz herzlichen Dank, thank you very much indeed. ありがとうございます。ありがとう。ご清聴ありがとうございました。Enjoy! ありがとうございました。ありがとうございました。ノーベルプロデューサー様でした。はい、続きまして。そう、びっくりしちゃった。いいじゃないの。ごめんなさい。So, next on stage, I would love to welcome Ambassador Mark Sinclair of the New Zealand Embassy. ということで、ニュージーランド大使館から、特命全権大使の
マーク・シンクレア様でございます。お願いいたします。お願いします。 Hey guys! Hey girls! How are you? You're looking fabulous! Great day for a party! 今日、2015年、東京レインボープライドに参加させていただいて本当に、嬉しく、思ってます。現在、欧米太陽州か東アジアの諸国、には同性権利向上の運動がだんだん、強くなっていることが、事実であります。その中もちろん、同性結婚合法化が、最近特に、議論に、されているわけです。今日何人かこの国の外交官が参加している理由には、まあ、基本的には我々の同性権利向上の経験が、まあ、少しでも、日本の議論に、貢献すれば、まあ、いいと思っている理由です。ニュージーランドの LGBT、権利を、まあ、去年少し話しましたが、歴史的には非常に、保守的な環境でありました。で、まあ、約30年前から、1980年代からまず同性愛関係を非犯罪化して、そして同性権利の法的容認が、まあ、徐々に拡大しました。皆さんご存知かと思うんですが、去年、じゃなくて、おととし2年前から、ニュージーランドが、まあ、世界15番目にアジア太平洋地域で初めて、同性結婚を、合法化させた、それで、まあ、合法化した国でありました。それで、Thank you. Yeah. It was a great day. それで、まあ、10年前で、でもニュージーランドでなかなか考えられなかったことが、実現したという意味がありました。で、日本では現在、同性権利問題が最近ますます、議論されていると思います。で、今日初めて気がつきましたが、つい最近いくつかの、同性権利団体が LGBT 法、連合会を作ったことが、まあ、大きな前進じゃないかと、思っています。皆さんが、この LGBT 権利運動を促進する中、ニュージーランドを含めて他の国の経験が、まあ、励みになったら、大変嬉しく思っています。Hang in there, guys. 頑張ってくださいね。 I'd like to leave you with one final message. If you want to get married, if you want to get gay married, つまり結婚したかったら、ニュージーランドへようこそ。ということです。今日、ゲイプライドに参加させていただいて本当に嬉しく思います。ありがとうございました。Thank you very much. ありがとうございました。シンクレア様でした。はい、ニュージーランド大使館からでした。